さあ始まりましたケーブルのど自慢、 MC の花村一也です。ビッグエコー八戸三日町店よりお送りいたします。さあ行ってみよう。はい、それではトップバッターです。大久保さん、ようこそ。ありがとうございます。はい、大久保さんはですね、特技がありまして、ヨーデル。そうです、ヨーデル、ヨーデルよ。これは独学で訓練なさったそうですよね。頑張りました。例えばどんな感じで練習するんですか？まず YouTube でひたすらヨーデルを聞きまくります。聞きまくります。で、練習する場所は？練習する場所はうちで練習します。なるほど、人知れず頑張ったんですね。何年ぐらいかかりましたか？約4年間という長い年月がかかりました。本当にもうハイジみたいにして、ハイジみたい。さあ、それでは今日は何を歌ってくれますか？今日はやっぱり得意のヨーデル、スイスの娘、歌いたいと思います。楽しみにしてます。ありがとうございます。高本さん、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。今日は初めてのチャレンジでようこそおいでくださいました、はい、ありがとうございます。お聞きしましたところ、坂本さんは民謡を歌ってらっしゃるということで、はい、どのくらいの年月歌ってらっしゃるんですか？30年近くだと思います。30年の民謡、はいはい、ぜひ今度聞かせてください、はい。それではですね、今日は何を歌ってくださいますか？今日は腕に虹だけを歌います。小林明さんですよね、はい、それではお送りします。腕に虹だけ。では小栗さん、ようこそおいでくださいまして、ありがとうございます。こんにちは。マイクを近づけてお願いします。はい、今日はね、推薦してくださった方がねいらっしゃるんですよね。今日は何を歌ってくれますか？新野美香さんの海猫です。海猫、はい、推薦者も応援してますからね、頑張ってください。はい、それでは海猫ご期待ください。沈む夕日を指で
大鳥はこうちゃんです。こうちゃんようこそ。よろしくお願いします。お願いされます。こうちゃん来るたびにね若くなっていくけども何食ってんだって感じですね。はこうちゃん今日は何歌ってくれますか。イタコガサを歌わせていただきます。イタコガサ、イタコガサってか、イタコガサで橋幸夫さんのイタコガサを、はい、こうちゃんが歌います。それではよろしくどうぞ。よろしくお願いします。イタコのギターをちょっと見慣れれば白状そうなまた一人それでいいのさあの映り気が風が吹くまま西日なのによなぜに目に吹くいたこまがさ。ケーブルのど自慢では出場者を募集しております。詳しくはこちらまで。嬉しい時は歌って弾けよう。辛い時は歌って吹っ切ろう。歌には世の中を変えていく力がある。シンギング歌いながら行こう第一交響。